経済政策提案、経済危機を克服する方法は経済危機は、個人と社会に深刻な挑戦をもたらしますこれを克服するためには、政府の政策的努力、企業と個人の柔軟な対応、そして社会的連帯が不可欠です。まず第一に、政府の役割が重要です危機の状況では、政府が積極的な財政政策と金融政策を通じて市場に資金を供給し、 消費を促進する必要があります。例えば、金利を引き下げ、失業手当を拡大する政策が求められます。また、大規模な公共プロジェクトを推進し、雇用を創出して経済に活力を与えることも重要な方法です。第二に、企業と個人の柔軟性が必要です。経済危機は企業にとっては挑戦ですが、変化の機会でもあります。企業は新しい技術とデジタル化を進め、生産性を向上させ、 コストを削減する必要があります。個人も変化する環境に合わせてスキルを開発し、新しい技術を学ぶことが重要です。第3に、社会的連帯と協力が不可欠です。経済危機は最も脆弱な層に大きな影響を与えます。このような時だからこそ、社会的安全網を強化し、互いに助け合う文化を育んでいく必要があります。地域社会のボランティア活動や相互支援は、危機克服に大いに役立つことでしょう。 結論として、経済危機を克服するためには、政府、企業、個人がそれぞれの役割を果たし、協力する必要があります危機は常に再び訪れる可能性がありますが、私たちはこの危機を機会に変える力を持っていますともに努力して、より良い未来を築いていきましょう。ありがとうございました。